はい、こんにちは。即解塾の久保です、えー。今回もですね、まあ、気になったコメントに対して、えー、いろいろと喋っていこうかと思います。今ご覧になっているようにですね、えー、私は動画をアップしたんですけども、これはね、何の動画をアップしたかというと、緊急事態宣言が発布されると、どういうふうなね、国民に制限が行われるのか、プラスどんな保障があるのか、 ってことなんですよね。で、この動画の趣旨は動画の中でも話してますけども、詳しい方教えてくださいという投げかけなんですよ。私ちょっと調べてないんで、調べきれてないんで、誰か分かったら教えてくださいっていう投げかけなんですよね。それに対してこのコメントがついています。えー、調べて理解してから動画作れよ、おっさんと書いてますけども、えー、調べてもないし、理解してもないんで、皆さんに呼びかけているんで、えー、まあこう言われるとね、ちょっとこう、侵害ではあるんですけども、まあこういうコメントがつくのもね、私が動画を発信して、 がゆえの原因とと結果かなと思ってますんで特に、えー、怒りはあ、りまません、まあ、こういうのをついてしょうがないなと思うんですよね、えー。それよりもまあ、よくね、来てご覧になってくださいます。ありがとうございます。えー、そして、その下にもですね、いい加減さが売りないよ、この人はと書いてますけども、まあ、まさにそうでですね、私はあの、パーフェクトな情報を提供しようとは思ってないですし、そこまでの、うん、緻密さはないんですよ。まあ、程よい加減と言いますか。 このぐらいの動画の発信でも、まあ大丈夫だよって方がね、今1万4000人来てくださってますんで、そのぐらいのことしかできないんですよね。うーん。だから正確な情報をね、知りたいんだったら、これもう安倍総理に聞くしかないんですけども、安倍総理も菅総理も、正確な情報と言えなくもないかなというか、うーん、嘘なのか本当なのかわかんないようなこと言ってますんでね、まあどっちもどっちかなということでございます。ということなんで、えっ、ー、と、誠にね、えー、ご覧にいただいて、そしてコメントまでいただいて恐縮なんですけども、5分 満があるようでししたらあのもっと、ね、正確な情報を発信してる人がどっかにいいいいいいるとと思思まますのでそちらの方をご覧いただいて、えー、よろしいかなね、どんな情報もパーフェクトに調べてますよって完璧ですよって人はなかなか出てこないと思うんですけども、もしいたらすごくラッキーだと思いますんで、そういう人から情報を取ればいいんじゃないかなと思うんですよね。うんまあ別にこれ売り言葉に買い言葉をしてるわけじゃなくて、私自身ね、発信の全部が本当って人がまだね、出会えてないんですよ。 ね、でそういうことを言えば、もう、みんな情報発信者はいい加減だな、というふうに私も思っちゃうんで、ここに同感って書いてますけども、私も同感なんですよ。うん。だからね、そこで、ここに今日コメント書いてくださった方と、私もね、まさにその通りだな、と思ってるんで、特に反論することはないわけなんですよね。うん。皆さんどういうふうにお感じでしょうかそれでは本日は以上です。